エバラオデオンザはかつて東京に存在した日本の映画館である。東亜工業が新宿、歌舞伎町に進出した半年後の1952年4月、品川、東中野部に開館した。1954年1月に発行されたエバラオデオンザ、ムービーウィークリーの表紙。1952年4月、 東京急行電鉄池上線へ原中延駅の東側、品川区東中延一丁目387番地に開館した。1949年8月、阿佐ヶ谷駅北口に阿佐ヶ谷オデオン座を開館して創業した高橋康友の東亜工業株式会社が前年1951年11月に開館して新宿、歌舞伎町に進出した新宿オデオン座。 それに次いで4巻目に開業した映画館である。同館は開業当時から外国映画の3番館、つまりロードショーを終えた作品をその2週後に上映する劇場で、例えば1954年1月には1952年9月4日に日本で初公開された長尺の風と共に去りぬを単独で上映し、翌週には 前年の暮れである1953年12月27日に日本で公開された男の叫びおよび同じく高原の失踪、戦前の公開作の再映、キングコングが3本立てで上映されている。同館が建つ前、特に第二次世界大戦前のエバラ中信駅の近辺には、1932年に中信電機館が建つまでは映画館が存在せず、 周囲の戸越銀座駅、蛇久保駅近辺には、江原館、八幡館、富士見館、戸越稲輪が存在していた。戦時中の1942年までには、江原館、富士見館、江原大都館、江原明神館、小山映画劇場、江原劇場があり、江原中信部駅の近辺には中信元気館、戸越銀栄座が存在した。戦後は、江原中延部駅の周辺には、 エバラオデオン座の他にエバラセンター劇場があり、エバラ大英劇場は、戦時中から引き続きあり、戦前の小山映画劇場が、西小山文化劇場、西小山名画座になり、1954年までには、南星座、バラ座、パリ座、プリンス座映画劇場、旗の大駅前に旗の大ミリオン座と、非常に多くの映画館が花開いた。1957年までには、さらに、 エバラ新映画劇場、とモし銀座劇場、とごし公園文化映劇が加わった。東多摩川に住んでいた田中小美正は雪が谷大塚駅から池上線に乗りエバラ中野部駅で降りてエバラオデオン座で映画を見たことを色派にポエムに記している。1980年代になるとこれらの映画館もほとんどなくなり成人映画館として残った。 エバラ東映プリンス劇場が1983年7月に閉館。エバラオデオン座も1987年には閉館した。2000年8月には跡地に8階建てマンション J パークエバラ中野ブステーションサイドが竣工、分譲された。道館の前の南北の通りを現在も銀幕商店街と呼ぶのは道館に由来する。ありがとうございます。